どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。プリシスでめちゃくちゃ強いけども当てにくい技ってありますよね。そう、それがこれ、無人君スーパービーム。これをなんとか当てれませんかというコメント、ありがとうございます。今日はリンクコンボに設定して何が一番当てやすいかを探ってみたいと思います。これ当てれればね、100万近く当たるのよ。なのでなんとかしてみたいですよね。やってみましょう。ではロケットパンチからいってみましょうか。いやちょっと待って、斜めに打つでしょスーパービーム。全然ダメだ。直線上？いかん。なんか斜めに打つ感じがしたんだけど、斜めには打たないんだな。まあ合わない。ホップステップはまあ合わないわな。ホップステップは無理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 。出す前にキャンセルされるも無理だ無理だ。これワンチャンあるかも。モール、いや無理無理。敵が最初ちょっとひるむんだけども当たらないわ、次の一発が。これもうちょっと先までぶっ飛ばせばワンチャンあったかもしれないけども、いや無理だ。次エイヤーですね。これ飛び道具、飛び道具ってくるからワンチャンあるか。いやー隙が多い。いや違うな。動かないやつにはいいけど、動くやつにはちょっと違う。次、いやー違うパラボラビーム、そこからまず当てにくいんだ。まあ当たれば強いよ、当たれば強いけどやっぱり出るのが遅い。それではポカポカアタックいってみましょうか。いけ、いやダメだダメだ。この無人区を出すまでの時間は稼げないな。次ブラッディマリー。いやもうそれブラッディマリー無人区に乗ってるならそのままさビーム打ってよ。このホログラフ行ってみようか。でもこれも出るまで長いんだよな。なんとか当たらん。いや無理無理、これ当たらん。もうこれ最後ですね、バリア。あ、これが一番いいんじゃない。あ、バリア良くない。はい、ということで今日はプリシスの無人君スーパービームめちゃくちゃ強いのでなんとか当てれないかなと思ってやってみたところ、バーリアとの相性がまあいいかなと思います。バリアが3ヒットするんですよ。3ヒットで、その間に敵浮くので、無人君を出してビームを打つ、まあそれなりの、リンクコンボが出来上がったんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ強いんだよなこれ。でもまあパーティープレイで使うっていうのが一番いいんでしょうけども、ソロだったらば、バリアとスーパービーム、これ合わせて使うと意外といいかもしれません。はい、やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。